くたびれたコード腕に巻きつけマイク逃げよう。Life は一回よう動く Yeah スラックトラックで目覚めなさい Yeah 超高度回転するマーターンその目に焼き付けろ Yeah その全てが敗北感だがかすかに見えてた成功まだわからないぜYo Crush たまに立ち止まる日も立ち上がっては結び直した日もその全てが功績さ見ろこのチャンスは離さないあと一歩さらに上に皆様こんにちは。 FESN TV FESN ヘッドラインのお時間です。さて先月からスタートしました FESN TV 司会を務めさせていただきます FESN アシスタントディレクターの伊波重太です。本日2021年5月25日火曜日、最初のヘッドラインニュースは世界最高峰のスケートボードコンテスト SLS にて日本人初の優勝を果たし、今世界中から注目を集めるプロスケーター堀米雄斗さんがなんとスラッシャーマガジンの表紙を飾りました。スラッシャーマガジンの表紙を飾るのは日本人初の快挙となります。この表紙を飾ったトリックノーリーバックサイド270ノーズスライドは以前 SLS にて堀米選手が見事メイクし9クラブを獲得。世界中の人に衝撃を与えたこのトリックをストリートのハンドレールで披露、スラッシャーの表紙となりました。さらになんと堀米雄斗さんのインタビュー特集が13ページにわたり掲載、こちらも日本人初となる快挙です。堀米さんおめでとうございます。そしてスケートボードの東京オリンピック予選対象大会でもあるデューツアーでは堀米選手は見事2位を獲得、今後の活躍に注目です。オリンピックといえばオリンピックに正式サポートをしている総合スポーツメーカーアシックス、前回の放送でアシックス初のスケートボードシューズについて特集しましたが、今回アシックスが作り出すスケートボードシューズの機能について開発者の皆様に前回の放送より深くお話をいただきました。それでは VTR をどうぞ。中村喜佐さんが神戸出身ということもありましたし、アシックスの本社も実際神戸にありますんで拠点にしているところが同じというところで、喜佐さんが日本人の女子の選手がまだ誰も世界で戦ったことがないような頃から自分で手を挙げて海外にチャレンジして大きな結果を若くして残しているっていう、そのチャレンジ精神とか今までの概念にとらわれずにものに取り組んでいくっていう姿はアシックスがこれからもあり続けたいと思ってる姿とものすごく一致しているというふうに思ってます。でアシックスにとっても今回スケートボードというものにチャレンジすることは新しいチャレンジですし、私たちが喜佐選手と一緒にやらせていただきたいなと思った理由です。喜佐選手が研究所に来てくれた時にいろんなタイプのシューズを履いてもらったんです。テニスシューズだったり卓球シューズだったりバドミントンシューズだったりランニングシューズだったり、すごい分厚いバッシュとかも履いてもらったんですけども、その時に一つ
テニスシューズを履いてくださった時に、あ、これすごくグリップいいですねっていうようなこととか、とてもやりやすいっていうようなことを言っていただいて、この樹脂パーツっていうのはもともと耐久性が求められるような競技のテニスとか野球でもともと実績があったような材料とか使い方になるんですけども、テニスもものすごく地面がヤスリのようなハードコートだと摩耗が激しいので、これによってものすごく耐久性が高いオーリーガードを作ることができていますし、またオーリーを行う際の足と板の触れ方であったりとか、他のトリックの時の足の使い方などを見ながら、このウレタンの衣装というものを設計しています。足が板を擦り上げる向きに向かってまっすぐに衣装が立っているのが分かると思うんですけど、これによって板にしっかりと食いついてグリップできるような設計になっています。紐が折り返されているゾーンが上からアッパーの補強材によって覆われていて、紐が板に当たって擦れて切れてしまうようなことを防ぐような設計になっています。ボードにステッカーを貼られたり、ヘルメットにステッカーを貼られたりっていうところを引用させていただいて、靴にこうステッカーを貼るような衣装を取り入れてデザインをしていきました。紐締めのために僕らはこうユースロートって言ってるんですけども、こういった部分を内側に寄せることで、紐締め効果っていうのも期待できるっていうのはアシックスとしての知見でありました。やっぱり実際の足の骨っていうのは真ん中よりも内寄りに甲が高くなってるので、それに沿わせてユースロートの部分を持ってきてあげることで、より足と靴が追従するような構造ですね。これによってつま先に近いゾーンまでしっかりとフィッティングを調整することができるので、ボードフィールを大事にしているようなライダーの方にもつま先の隙間の量っていうのをすごく調整しやすい設計になってます。彼女自身がかなり足首が柔らかいので、ニースライドっていう動作の時に結構ここの紐が切れてしまうっていうのが悩みであったので、それをカバーするために、こういった折り返してカバーするっていうところをつけました。実際に彼女が滑ってるパークとか、そういったところに実際に私たちが出向いて、実際にシューズの中に中敷き型のセンサーを入れまして、足の裏にどういった力がかかっているのかというものをチェックするというようなことをテストで行いました。ヒサさんの生の声と動きから分かるデータと、どちらにも目を向けてものづくりをブラッシュアップしていったというような経緯があります。どういうところに負荷がかかるから、今うちの特徴でありますこのゲル、これがゲルという材料で、アシックスがクッション性のいい材料として使っているものです。ゲルをどのように配置するのがベストか、オーリーなどのトリックの後の着地時にかかと周りに大きな衝撃がかかるということを実際のスケート動作のデータから見つけて、このエリアをクッションで守ってあげることによってパフォーマンスも、あるいは怪我の防止にもつながるというふうに考えてます。よくこういうかかとの裏側にゲルを配置するとかっていうことはあることなんですけれども、スケートボードのシューズでは足の裏側が全面的にラバーで覆われているので、このゲルの部分は露出してあげて、ゲルの変形できるゾーンっていうのをしっかり確保してやるっていうようなことを構造的にアプローチしています。スケートでは両足で板の上に立っているので、右足と左足に囲まれたゾーン、これを支持基底面と呼んでるんですけど、この支持基底面の中に重心を保っておくことが、ずっとバランスのいい状態をキープできるためのポイントだっていうふうに考えています。でそういったことがデータからも分かりましたので、できるだけ重心を安定させられるようにするためには、足のそれぞれの内側に重心が集まると体の真ん中に重心を保つことができると、逆に外に逃げてしまうと支持基底面から重心の位置が外れてしまうんで、それによって体のバランスが崩れたり転んでしまったり、板の上から立てなくなって落ちてしまったりということが起きるというふうに考えられます。なので今回は内側からセンターにかけて柔らかい材料を配置することで、内側重心になりやすい状態をシューズで作ってやって、怪我の防止だとかパフォーマンスの向上に役立つような設計にしています。キサ選手がおっしゃっていた一つが、スケートボードシューズってとても履き始め硬くて、なかなか足に馴染むまで時間がかかってしまう。耐久性とあと屈曲性の両立、その相反する機能を両立させた靴を、作ろうということで、スケートボードシューズってやはりすごくオーリーをしたりすることもあって耐久性が重要で、そのせいでものすごく周りをガチガチに固めたような靴が多かったんですね。こちらの側面の部分に切れ込みが側面から裏まで連続しているような衣装が前側部の外側に設けられています。
これによって耐久性を考慮した側面の部分をきっちりとキープしながらも屈曲はものすごくしやすいという2つの、まあ、パフォーマンスとデュラビリティ両方をしっかり担保するというような構造を作ることができています。これは特許も出していてアシックスが独自に考えた新しい設計の技術になっています。まあ、こう特徴的であるこの溝とかっていうのは生産性考慮すると、まあ、結構ずれやすかったり組み立てが難しいんですよね。そういったところを、まあ、生産部の方と調整したりとか、あとは実際にもあったんですけどプロト段階の時に中村貴彩選手に、実際に入ってもらった時に数回でもアッパーが破れてしまったことがあったんですね。でそういったところもやっぱり材料とかあとは目に見えない裏材の構造とか重なりとかそういったところの工夫をして最初持ってったんですけども、であと結構彼女自身が足が繊細かなと思ったのが、あるんですけども、ソールこのラバーの厚みなんですけど本当最終に向けて 0.5 ミリ薄くしたっていう経緯があります。っていうのもまあ、もう少しを曲げてもうちょっとこう板とその粘りが欲しいというかっていうリクエストがあって、で、まあ、もうちょっと屈曲を良くするために実際のこのラバーの厚みを 0.5 ミリだけ薄くしました。ただそれぐらいの修正って多分普通の人って気づかないと思うんですけど、まあ、中村貴彩選手はもうそういったところを結構敏感に感じ取ってくれて、まあ、その減らしたこともかなりその機能性アップにつながったという意見もいただいたので、まあ、そういった点は結構コミュニケーションを取って良かったかなと思います。貴彩さんのところにこういくつか叩き台を持って行って意見交換をするっていう風なやり取りで作っていったんですけども、貴彩さんからは、お見せした案に関してはこれ好きこれ嫌いみたいなところは率直にいただいたことはあるんですけども、キラキラな靴が欲しいとかもっと明るいのが欲しいとかそういった若い方ならではのリクエストっていうのはあったと思います。オリンピックに向けてこうチャレンジされるというふうに伺ってたので、こうそのチャレンジを後押しできるようなこう元気が出るようなマルチカラーっていうのを提案させていただきました。通常の原色の5色っていうよりもネオン系でこうもっと元気な形っていうのが貴彩さんに合ってるんじゃないかなっていうので取り入れた形になります。貴彩さんとすごく密にコミュニケーションを取らせていただくことが今回できていたんですけれど、その中でも貴彩さんものすごく率直にいろんなアドバイスとかフィードバックをくださるのが印象的で、合ってるものはものすごくポジティブなコメントくださいますし、全然違うなっていうものはもうバッサリとこれはちょっと違いますっていうことをはっきり言ってくださる方で、僕らものを作る側としてもすごくやりがいがあるアスリートだなというふうに思いました。最終的にはたくさんコミュニケーションを取らせていただいたおかげですごく信頼関係ができたなというふうに思ってまして、この靴グッドデザイン賞を2020年に受賞させていただいたんですけども、その時もものすごく喜んでくださって一緒に喜びを分かち合うことができるような関係になったな、とっても嬉しいなと思ってます。今は、日本国内のみでの取り扱いにはなってるんですけども、できるだけ多くの方に触れていただきたいなというふうに思ってます。日本だけじゃなくグローバルでの、販売っていうところに挑戦していきたいなというふうに考えています。貴彩さんもアシックスが今までのスケートボードの靴の作り方とは一線を画したようなこう科学的なアプローチだったり常識にとらわれないやり方っていうものにすごく共感をしてくださったというふうに伺ってますので、貴彩さんにとってもそういうことが魅力に感じていただけてたらとても嬉しいなと思います。どうでしたでしょうか。今後の中村貴彩さん含めアシックススケートボードチームの活躍と最新技術によるアシックスシューズの開発に注目です。ここで一旦 CM です。
FESNTV FESN ヘッドラインニュース、今回もまたあのお方にお話を伺いました。スケボーの達人。これエビセンとセイコーのコラボで作った時計が手に入ったので、ちょっと見てもらってもいいですかね。なんですか今。セイコーとエビセンのコラボレーションの時計ですね。セイコーと何？エビセンスケートボードです。エビセン？はい。エビセンだろ。エビセンだろ。エビセン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 だろ。エビセン。エビセン。エビセン。あ、まあいい、エビセン。エビセンとセイコーがやったやつ。はい。時計？これ腕時計でしょ？腕時計です。これお寿司じゃない？お寿司っしょ。これお寿司のデザインじゃない？これトロっしょ。赤身か。これ赤身でベルトがシャリになってるでしょ、これ。これそういうイメージでしょ。すごいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。お前、セイコーって会社知ってる？あ、はい。セイコー。セイコー知ってます。お前、セイコーって何がすごいか知ってる？知らないです。セイコーっていうのはね、クォーツってわかる？聞いたことない？クォーツ時計って。聞いたことある気がします。うん。まあ、セイコーがやったことで、とにかく世界でびっくりされたことっていうのが、そのクォーツ時計を腕時計にしたのよ。腕時計にそのクォーツっていうのを取り込んだことなのね。それでじゃあクォーツっていうのは何なのかっていうと、水晶ってあるじゃん。石英って、まあ鉱石なんだけど、その水晶にね、電圧を流すことによって振動するんだ。それは一定の法則で振動するので、それを時計の針に応用するとその誤差があまり生まれなかったの。それまではゼンマイとか機械仕掛けだったわけで、それってやっぱりちょっと誤差が生まれていくの。クォーツでも誤差は生まれるんだけど、それまでの誤差とは比較にならないほど正確だったのね。で、そこで開発されたのがクォーツ時計。それまでのクォーツ時計っていうのは、もう昔のコンピューターと一緒で、ものすごくでっかいわけね。こんなの持ち運べないよっていう。まあ、クォーツ時計も一緒で、最初はものすごく大きいものだったの。一般に普及するにはやっぱり小型化して、あとローコストにしなくちゃいけないっていう風になったの。で、それを実際に、セイコーはアストロンっていうモデルで、クォーツ時計を世界で最初に腕時計として販売することができたの。で、それは世界初なの。で、やっぱり何でもそうだけど、世界初でやったものっていうのはやっぱり歴史に名を残せるものになるでしょう。だからセイコーは世界で有名になったのは、クォーツ時計を一般的に腕時計にしてしまってそれを販売できたことなの。それってお前みんなめっちゃ嬉しいことじゃない？そうだろ、はい、それまでお前時計とか結構狂ってたのが全然狂わなくなってっていうことなんだよ。まあそれってお前世の中のためにプラスになってんじゃないの？そうですね。だろ、はい、お前セイコーさんありがとうだろ。はい、言ってみろお前。セイコーさんありがとう。そう、セイコーさんありがとう。まあそれはいいとしても、まあこのデザインはお前エビセンだろ。これエビセンの話をすると、エビセンはカッパエビセンってあるじゃん。で、あのカッパエビセンの語呂文句知ってる？お菓子。やめられない止まらない。そうだよ、やめられない止まらないだろ。やめられない止まらないっていう、やめられない止まらないっていう語呂文句あるじゃん、はい、あ、これがスケートボードの気持ちとよく似てるねっていう話になって、これカッパ取った方がいいんじゃないって。水じゃないし、別に水がお皿関係ないですね。別にスケートボード、まあ初めだから、さっきお前が言ったようにエビセンでよかったんだよな。エビセンでよかったんだ。だけどあれ、やめられない止まらないっていうのだけじゃないなって。スケートボードだからさ、そのもちろんやめられない止まらないもあるんだけど、でもなんかこれちょっとやめられない止まらないだけじゃないんじゃないかなみたいな、止まっちゃう人の中にはいるから、
あともう辞めたくなっちゃう人も中にはいるじゃん。ね、そうなってくると、まあ、辞めちゃった人とかのことまで考えちゃうと、あれこれちょっと待って、えびせんだけじゃなくて、で、あれもっと全てもっと大きなことで考えると、大きな、もう全てのことを言うと、あれ全てって何て言うんだっけって言って、あれあ、これ、英語ってエブリシングだな。エブリシング、エブリシングって言うでしょ。で、エブリシングって言うから、何でも全てっていうことじゃん。で、それとエビセン、エビセンって下がってたんだけど、あ、これ、くっつけるとこれエビセンになるなっていうところで、本当はエビセンね。エビセンだよ。これからみんなエビセンって言わなきゃダメだよ。エブリシングっていうところが入って、ちょっと、エビセンで、その、まあだから、本当に言うとさ、本当、だ本当に言うと、うん。エビセンは、だお寿司が好きなんじゃない？だからこれ、お寿司と、これお前、お箸も入ってなかった、俺。前回、日本全国に、道場と店舗は何軒あるのかということなんですけど、今回まず、東京23区にはスケートボードができる場所はどれくらいあるのかということで、23区の区役所にちょっと電話で問い合わせてみました。のでちょっと VTRにしてみたんで、ちょっと一緒に見てもらってもいいですか。はい、いいよ。練馬区役所でございます。スケートボードができるような公園というのは練馬区内にはちょっとございません。荒川市役所でございます。区内はないですね。板橋区役所。スケートボードの、まあ、安い方よりちょっと難しいとお話になってしまうんですよね。江戸川区役所でございます。スケートボードができる公園はないんですね。大田区役所でございます。大田区の中は許可している場所はないんですよね。北区役所でございます。北区の方にはスケートボードできるところがないんですけれども。江東区、区立の公園の中でちょっと、まあ、スケートボードを推奨しているような場所はちょっと今ないようになるという形ですと、お願いいたします。中野区役所でございます。申し訳ないんですが、うちの公園は全て禁止させていただいています。杉並区役所交換台です。スケートボードは禁止とさせております。台東区役所公園課でございます。ごめんなさい、ないですね。千代田区道路公園課と申します。特にはないんですよ、スケートボードに関しては。中央区役所、すべての公園で禁止させていただいてます。豊島区役所コールセンターでございます。スケートボードができるところはないです。文京区内の公園ではちょっとスケートボードを禁止とのことですので。目黒区内の公園ですと、ちょっとスケボーできる公園っていうのはちょっと一切なくてですね。新宿区緑公園から申します。スケートボードに関しては唯一都庁の前に新宿中央公園っていう公園が大きな公園あるんですけども、そちらの、ね、全面じゃなくて一部水の広場っていう人工の滝あるんですけど、その前のね広場その部分だけだったら、まあ、いわゆるマナーを守っていただくんだったら利用可能です。港区内です。夕波橋は遊び場スケートボード場というのがございます。世田谷区役所でございます。世田谷公園にスケートボード場があります。大倉運動公園の中にローラースケート場がございまして、スケートボードは可能な場所があります。品川区役所でございます。八潮北公園、これ海側の方なんですけども、スケートボードをしておりますけども。葛飾区役所でございます。上市バスの原公園というところなんですけど、こちらに、スケートボードの
設というのがあるんですけれども、墨田区内の公園では堤通り公園というのがあるんですけれども、そちらの方だけスケートボードができるようにしております。足立区でちょっと一つしかないんですけれども、宮城ファミリー公園という公園になります。スケートボードができる、ところっていう形になりますね。渋谷区コールセンターでございます。スケートボードについては宮下パークっていうところがありまして、何件あったの？何件あったって言ったんだっけ？全部で。区立だと9件あります。区立だと9件。まあそこそこある方なんじゃないの、9件とかって。ただ23区がそこで出たんだとしたら、今度は23区外の東京ね、をちゃんとやっていかないといけないでしょ。ちゃんとそこはお前きちっといかないと。あとちょっとそのさっきの話だと、お前区立って言った？お前東京23区ってお前別に区だけで形成されてるものじゃねえから。な、今度都立の公園とかもちゃんとあるわけだ、はい、な、そしたらお前都知事にちゃんとお前言って、都立でスケートボードエリアっていうのはどれだけあるのかってちゃんと聞かなきゃいけないだろ、はい、だろ、お前がね、名前なんだっけ、名前伊波です、伊波、伊波くん、伊波くんが考えたその道場の定義で言うと、結局公的なな、公的なその公の場所で滑っていい場所はどれだけあるかっつって調べてくれたんだろ、はい、そうだろ、はい、今度そこでじゃあやっちゃいけないエリアでも道場が勝手に開催されてる可能性もあるじゃねえか、あるんだよ、そのスケートボードの長い歴史から見るとな、誰に見てもお前だって知ってる、お前原始時代からね、この地球上でお前一番最初にこの土地俺のって言った人間がいるんだよ、はい、そう思わない？だっていきなり神様が、あ、じゃあ伊波くんの土地はこんだけですよって、ここの場所にここに、はい、伊波くんですって、ここ土地に名前書いてあった？いえ、お前のおじいちゃんあたりをそうやって受け取ってる？受け取ってないでしょ。で土地とか財産とかっていうのは一番最初にね、原始時代からこう流れで誰かが気づいたの。あの山から、ここまで、俺んちって言ったやつがいるわけよ。こう、そっからそこはもう絶対俺んち。そしたら隣にいたやつが、えみたいな。ずるいなみたいになって、いいなみたいな。だから、こっからここは俺んちだから、お前は、こっからここ以外を、お前ん家にすればっていう話になって、そしたら、あ、じゃあ俺もお前ん家がこっからあそこからここまでだから、じゃあ俺はこっからここまでが俺ん家でいいみたいなっていう話なんだよな。そしたらさらに隣にいたやつ、あ、ずりーみたいになって、じゃあ俺もみたいになって言って、でそこずりー顔結構ちきれじゃんみたいな、そういう話から俺の土地みたいになってったわけじゃん。でしょ、はい、で、ってことは、誰かが気づいちゃって、ここ俺んちって言ったやつも、世の中ってそういう話だから、ここ俺んちルール、適用されたんだよ。だから多分法律とかに関してもそうだよね。なんか気づいたやつから最初に決まってったっていうか。このご飯美味しすぎるから、みんなに食べさせたらなくなっちゃうから、これ俺だけ食べていたいから、これ禁止しようって言ったやつも多分いるんだよ。そうだよ、お前。お前、ら辺とか今、蝶とか揉めてるし、今っていうかもうずっと揉めてんの。あれもここ俺んちの話がずっと続いてるだけの話だからね。でしょ？もうでも止められないよ、もう。これやめられない、止まらない。で、エビセンでしょ、もうそういう考えると、もうエビセンの法則でしょ、やめられない、止まらないと、本当は止めなくちゃいけないんだよ。だからスケートボードは止めなくていい、やった方がいい。だけど良くないことやめた方がいいでしょ、絶対良くないんだから、ね、はい、でそう思ったら今度じゃあスケートボード道場ね、道場も
勝手にやっていいよとは、まあこんな言っちゃいけないかもしれないけど、でもまあそうじゃん、ここオレンジ法則が適用されたんでしょっていう、ね、例えばじゃあスケートボードやってて誰かに注意されるわけじゃん、ダメだこんなとこでやっちゃう、え、これオレンジルールっすか、え、それってもしかしてここオレンジルール適用っすかって言ってもいいんじゃない、まあよくわかんないけど、まあまあでもいいよ、とりあえずまあいいや、まあなんかいどうなの今のでいいの、よくわかんないけどさ、いい十分です、まあでもとにかくそういうことだよね、だから憲法道場ね、心してかかってで探していく、でこれは何のためにやってるかっていうと、まあスケートボードもまああれでしょ、これからスケートボードを始めますって言ってる人たちに対するガイドラインでしょ、ガイドラインやってるでしょ、みんなのためでしょ、はい、みんなのためって一応言ってみろ、みんなのためだ、みんなのためです、もっとでっかい声、みんなのためです、そうだ、みんなのためだろ、僕はここオレンジルールには反対ですって言っとけ、オレンジルールには反対です、反対しなくてもいいよ、もう決まっちゃったことだから、別にね、うん、決まっちゃって、もうそれがシステム化されちゃってるから、もうお前一人がそんなこと言ったってどうにもなんねえし、別にそんなのは求めてないしね、別にね、俺もそんな、お前に対して、伊波君がそれを言ったところで別にそれで気になんないけど。ということで、まずは東京23区内にスケートボードができるところは何件あるのか、来月さらに検証いたします。それでは次回の FESN プレゼンツ Enter the Tuesday は6月火曜日のどこかでお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。今日は校舎が大抵わかる、俺は前者でライム蹴飛ばす、今日は校舎が大抵わかる、俺は前者でライム蹴飛ばす。